こっから EX に変わる。ああ、嘘。いや、わかんないよ、わかんない、わかんない。こい、うわ、あっしゃー、皆さんこんにちは。こんにちは。マックスグレイです。ミックスです。ヨナリです。ウリです。全世界的にポケモン GO が大フィーバー中でございますが、うん、大フィーバー中でございますが、うん、外ではポケモン GO、はい、お家の中ではポケモンコマスター。何ですか。あれ、そんなあったっけ。そんな打ち合わせあったっけ。いや、ずるくないな。一緒通過やっぱ。はい、ポケモンコマスターの動画でございます。はい。はい、というわけでですね、村井さん、はい、もうポケモンコマスターの動画もかれこれもう数回目ね、うん、ですが、はい、もう毎回こう新しい新要素が追加されてるわけですけども、アップデート激しいよね。今回もかなりアップデート、そう、イベントがね始まったんで、それの紹介になるから、あ、上にも、あ、もうすでにバナーが、これちょっとまた後でね。というわけで、カーニバルしないの。カーニバルは後ほど、はい、後ほどなのね。最初はですね、はいはい、なんとあの伝説のポケモン、ラティオスとラティアスが追加されました。ラティオスとラティアスが追加、はい、おめでとうございます。応援地方の伝説のポケモンですね。 A 型だと実はあの伝説のポケモンと言いつつ、あの複数いるんですよ、ラティオスラティアスって。ん、たくさんのラティオスラティアスが住んでる町があるんですよ。ほう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 。映画ちょっと見てください。すごい感動します。超いいっすよ、はい、超いい。マジか。ちょっとネタバレになっちゃうんであれですけど、はいはいはい、超感動します。 お兄ちゃんラティオスがお兄ちゃんなんですけど、はい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 。宝円地方の伝説のポケモン、まずガチャ引きます。まずガチャ引きますガチャ引けないから。トレボね。はい、トレボ。あの前回のね、あの動画でミュウ出ましたからね。ミュウ出ました。あのこれですね、あの、あ、下にありますね、なんか爆出祭。これちょっと引いてみます。これ爆出、どうせなったら爆出がいいよ。前回の動画であのダブルを購入すると絶対レア以上が1体出るっていうやつがあったんですけど、うん、今回この下の4連爆出トレボで R 以上1体確定。これ引いてみます。じゃあそっちがいいっす、そっちがいいっす、はい、じゃあ、いいっすよ、僕いいんすか、じゃあ僕からいきますよ。いいっすいいっすいいっす、いきます。どうぞ。お、来ますよ。お、来たよ来たよ来たよ。オレンジ色がレアですね。ここからレアに青、グリーン、うん、グリーンじゃない、ブルー。ヒコザル、ヒコザル、かわいい、かわいいな、かわいいですね。ちょっと投げたくなる気持ちも出てくるな、ちょっと。それちょっと別のゲームですね。これもうコマですから。あ、どうたくん、これ覚えてますか。覚えてますか。いたどうたくんいいじゃん。覚えてますか、前回こんな感じで、こんな感じで動くやつね。はい、どうたくん強いんじゃないか。強いっすよ。さあ、これ、あー、あ、色変わった。あ、お、変わりました。レア、これだ、これだ、あ、ヘッキング、ヘッキング、これ似てる似てる似てる、おい、バカやろ。ヘッキングはでもポケモンの中でも超ステータスが高いんですよ。めちゃくちゃ高いんですよ。ただ、あの、怠けてるんですよ、これ2ターンに1回怠けてるんですよ。強い代わりに怠けちゃう。2ターンに1回しか動けない。さあ、最後ポケモンはむずい、判断がむずい、超むずいですよ。あー、惜しい。あー、というわけで毒クラゲでしたね、最後レア、うん、レアが2体ですね、僕は。素晴らしい、素晴らしいと、クレットですね、うん、はい、おめでとうございます。じゃあ村井さんもちょっと、もう一回来て、いいですか、私やってみますか。はい、村井さん行っちゃってくださいよ。あの、前回ミュウを出したね。そうです、ラティオスラティアス見たいですよ。来い、見たい。そんな出ないでしょ。あ、いや、出る。パーパー、アホ、ブルー、ヨギラス。あ、これは僕が大好きなあのバンギラスの進化前です。いいね、あ、強くなりますね。来い、光れ、光はする、光はする。光ってはいる、光ってはいますね。あ、おネイティオ、ネイティオ、応援地方のモンスター、あ、ポケモン多いですね。そろそろ応援地方の、あ、来た、こっから、こっから変わるんですよ、こっから、あ、こっから EX に変わる。あ、うわ、うわ、うわ、EX ラティオス、ラティオス出た、出た、お、すげえ。これには顔、顔、出る、出た、今出た、今すっと出た、すっと出た。こんにちはって、やばい、事前にいろいろ聞いてる話だと出ない出ないと言われていた
出ましたね。出ちゃった。スッとね。スッと出ましたね。なかなか出ねえだろって。あ、でもあと1回ありますよ。これラティオス。え、兄弟で。兄弟でますか。まさかそんな。ラティオス。はっ。え、嘘だ。まさか。え。え、そんな。ああ。歯がね。歯がね。ハラミンさんのモノマネでよく見るわ。歯がね。歯がね。こういうやつでよく見るわ。はい。マジ見事ラティオス。やった。すげえ。すごいじゃん。はい、というわけで、はい、ガチャはこの辺にして、はい、今回はですね、村井さん、4人いますんで、ズバリズバリ言っちゃう言っちゃうズバリ言っちゃうズバリ早く言いなさいよ。ポケモンクロスターアップランク大会さん、イエーイ、こんなトーナメントでございます。あ、手書き集、かわいい、優勝商品とか何かもらえるんですかね。特にございません。名誉名誉勝ったという名誉。おこおこ。勝ったという名誉。はい。はい、では早速。じゃあ早速行きましょう。1回戦。はい、1回戦は村井 VS ブリタイコーン。カモン。イエーイ。よっしゃ。はい。始まりました。最高。よっしゃ。ブリタイコーン。本気出すぞ。すな、久しぶりな感じだな、なんか。本気出すぞ。何？先行を取られた。これは窮地。早くない？追い込まれたマックスブリ。窮地早くない？ウェーナー。え、待って待って。なるほどね、わかりました。続々と援軍をこう出しまくってもいいかも。わざわざこういう片側を置けないの結構辛いぜ。今だブリちゃんが攻めすぎた。攻めすぎた。あ、行き過ぎた。敵のポケモンをタップすると、はい、あの技のルーレットが見えるので、はいはいはい、無理に戦う必要は。なるほどね、あれを確認してからじゃん。白が強いので120とか60とかあるので。そうか、最初からも勝てない戦いに挑んだわけだな、ね、私は。さっき120とか、あと負けたら絶対負けたら絶対あそこに行かれるの分かってるから、うん、ね、ちょっとなんかもっと考えろ、うん、考えろ。すいません、すいませんでした。ちょっとダメ出しやないか。さっき言ったらラティアスですね。はい、ブリちゃん頑張ろう。ちょっと待って、ラティアスと、あと村井さんが前回活躍したピカチュウ。あ、ね、ピカチュウ入ってる。ブリちゃん分かった分かった、端に置かれるとやべえんだな。ラティアスすごい、やべえことが分かったぞ。おーってなってる。スピードが速そう、ラティアス、うん、ラティアス すごいね。ラティアスがケーンってめっちゃ速いし、翼を折りたたむことで相当のスピードでケーンっていう、あの風の抵抗をなくして。やっぱピカチュウ。ピカチュウ。ピカチュウ。かわいいっすね。ピカ。ピカ。ブリのデッキにはボースがいますね。ボースはすごくてですね、敵をもうすり抜けることができるんですよ。村井さんの陣地なんかもうすごい映画みたいになってる。ピカチュウ。ピカチュウにラティオス、ラティアスが。本当だ。やべえな。リザードも、リザードもいるよ、リザードも。さあ。ピカ。バニー。ピカビ。ポケモンが揃い始めてきたんですね。え、待って待って、まだ激突まではしてないからね。ちゃうやって、ちゃうやって。さあ、ブリちゃんどうする。さあ、調校するブリ。やっぱ悩みどころだね。調校するブリ。モンスターを置くべきか、はい、入った。ゴースが来ましたね。あれ、よし。さあ、そろそろ。さあ、ゴースはあのダメージ低いんですけど、こう敵のポケモンをすり抜けて移動することができるので、放置すると結構厄介ですね。いくぞ。さあ、ここはそうですね。よーし。おいさあ、精神的に戦闘で負けてしまったポケモンはですね、一度あそこの待機場に、え、だから私そう、あれはまだ使えないですね。あそこにポケモンが溜まると押し出されて、一旦待った後にまた使える。なんでゴースはあと2体やられないと。あ、なるほど、そういうことか。ちょ、待って待って、ちょ待って、さあ、ちょ待って、ちょ待って、ちょ待ってよ、ちょ待って待って。さあ、ここに来られるとやばいんだよね。そうですね、プレートもありますので、あのプレートも、プレートを使った方がいいね。はい、ルーレットはですね、白には紫が強いですね。これやばいんじゃない。あ、待って、エントリーフージ、エントリー、間違えた、間違えた、ちょっと待って、これはちょっと待って、さあ、ブリちゃん、これこれやばい、これは、これピカチュウの方行っちゃうと、ラティオスがもうあそこに積み、お積みなんで、これもラティオス倒すか、まあ例えば逆サイドから、倒しに行った方がいいの。逆サイドからミュウとかラプラスとか連れてきた方がいいんじゃないですかね。ちょっと待って、ちょっと待ってよ、これはポケモン増やした方がいいかな。 ラプラス動かしちゃうと今度また逆サイド、そうなんですよ、ラティアスがエントリー封じされちゃう。そうなんですよ、じゃあ置いた方がいい。右サイドは駆け上がるよ、多分ね、置いた方がいいね。あそこはもう動かせないんじゃん。ミュウ置こうか、ミュウ置こうか。左にしか置けないんだぜ、だってこれ。そうそうそうです、角に置いた方がいいよね。まあそうだね、一旦守りを固めた方が、はい。
さあ村井さん。いやちょっと待って、ちょっと待って、やばい。ちょい迷うな。結構攻められてるやばいぞ。攻めよう。プレートここで倒されたらやばい。え、ここに来る？かなりやばいと。あ、え、ちょっと待って、やだやだやだ。右をゴー。そっちを削ってきた。こっち行きます。ラティアスは結構紫。さあ、いける。紫が多いんでね。強いですよ。え、強くない？村井先生偶然だぞ。ブーちゃん、あの右下にプレートってのがあるんで、はい、さっきから言ってるんですけど、ね、誰か使ってください。はい、ダブルチャンス。あ、ダブルチャンスね。これ使った方がいいよね。ダブルチャンスやばいよ。振り直すことができるので、それで、まあ、ラティアスとか倒しに行ってもいいんじゃないですか。え、これ超怖いんだけど。ピンクの方ですね。あ、こっちね。ラティアスは紫の領域が多くて、ルーレット、ちょっと待って、ミュウは金色が多いんで、紫には金がもう優先的に勝てるんで。ほう。あ、これワンチャンあるじゃん。ミュウに使って、はい、ミュウでぐぬぬラティアスを。ここでしょ。そうそうそう。ここ上、手前ですね。手前か、こっちだな。はい、いけ、ぐぬぬぬぬ、いきましょう。もうここ勝負ですよ。あれ、ここでね、ミュウを押してからのラティアス。はい、ここで。さあ、ここですよ、決めてほしい。ここは勝負。2回連続奇跡。お、来た。お、来た。あれ、あ、ちょっと待って、これやり直さなくていいんじゃない、ね、そのままいっていいよね。はい、飛ぶもんね。紫になんで、紫に金は勝つはず。やり直さないよ、うん、さあ、いけ。はい、やりましたね。ああ。強えな、ミュウ。いい、え、これいいんじゃない。これいけるぞ。これいける。道が開けた。これで村井さんもちょっと守りを考えないといけなくなったな。え、守り、あ、あれ、あれ、村井さんのラティアスどっか行っちゃった。あれ、本当だ。ラティアス強すぎるから負けたらもう二度と使え。あ、え、村井さん、ラティアス、自分のラティアス今左上にいるやつ押してもらっていいですか。青いやつです。詳細見てもらっていいですか。このポケモンは気絶したらジェルから除外される。うわ、強いから。強いから。あ、なるほどね。強いから。あ、だから、あ、だからブルちゃん、逆にラティアスを除外させればいいんだ。なるほど。急に、なるほど。え、嘘。ブルちゃん、こうプレートを駆使してラティアスを退治しよう。じゃこっちを先に退治すればいいのか。じゃあもう、いや、できねえだろこれ。じゃあ2回、これもダブルチャンスいく。使わなくてもどっちもいいけど、ブルちゃん、あと1分半しかないから。わかったわかった、ちょっと待って。ラティオス、ラティアスとかをじゃあ使うときは相当負けないように戦わないと。そうだね。え、じゃあ私いきますよ。びっくりした。いきますよ。じゃあブルちゃん、いきますよ。やられたら村井さん、やられたら、え、めっちゃピンチやん。めっちゃピンチやん。え、いっていいの、いっていいのかな、これ。ブルちゃん、かかってこいよ。かかってこい。あ、いけるかもしれないね。村井さんがラッサーカノンを。あれ、ラッサーカノン、はいはいはい、じゃあ手前に置かないと。あ、これはね、こっちね。はい、オオカザルが。いや、でも村井さんの手によってはこれわかんないよ。仕掛ける。最高勝て。ラスターバージ。あ、かわす、かわす、かわされちゃうんで、これはもうでもどうしようもないですね。スピンやり直してもいいんじゃない。スピンやり直しても結局かわされちゃうんで。あ、同じなんだ、うん、あ、そういうことか。かわすって連発いけんの。いや、自分だけ。村井さんがかわす。あ、ね、私側がかわす今。うん、あ、そう、はいはいはい、なんでやり直しても、ブリちゃんやり直しても意味ないんだ。攻撃通らない。逃れた。すげえ。おー、マジかよ。強運。ダメじゃん。ブリちゃん。はい。申し訳ないが、ブリちゃん相当ピンチだってことを自覚した方がいい。あ、これやばいぞ。ピカチュウが。ピカチュウが。あ、ピカチュウがやばい。待って、ピカチュウ。ピカ。ピカチュウ全然見てなかった。ピカピーは一個手前まで。そして、あるが、あるがやばい。挟みました。はい、あ、そういうこと。おまさは挟むとですね、飛ばせます。無条件で、はい、飛ばすことができます。さあ、さあこれブリちゃん分かってるかな。これはもうまずミュウをゴールのとこに置かないと。真ん中置かないとダメでしょ。そうそうそう。さあブリちゃん時間ないんで。え、ちょっと待って、ちょっと待って。え、だからこうやろ。え、手前。あ、さあ3つだからいけないよ。いけない。あ、いけないの。もうピカチュウ倒しに行くしかない。ピカチュウ倒すしかない。ピカチュウ倒しに行くしかないの。手前手前手前。あ、これ、これ、これだ。やばい、ちょっと待って、20秒しかない。戦って、やばい。これピカチュウ倒してもね。倒してもこれ。そう、ちょっと。え、何？ダメなの？倒して倒して。いや、わかんないよ。わかんないわかんない。やばい。ダメダメじゃないか。わかってた。ピカチュウ。なんで？いや、村井さんはね、運を味方につけてた。よかった。一時はどうなることかとちょっとハラハラしたけど、そんなわけで除外できなかったよ。はい、トーナメント1回戦負けた。マックスブレイン勝利。いや、
はい、あとで赤消さない消さないで、アティアス、アティアスいいっすね、赤で書きましょう。じゃあ、あー悔しい。ただ除外されるのはね結構リスキー、ポケモンによってね、ああいう特殊効果というか、うん、があるので、2体さ除外してたら私結構もう価値格レベルだったよね。ああそうか。さあさあ、はい、では2回戦、うん、さあ行きましょう。さあミックス VS リオナリ2戦目、先行は勝ちに行く。何そのポーズ。先行ミックス。えあのポーズ何。勝ちに行くポーズ。窮地に追い込まれたリオナリ、何かあるのか。先行か、行くぜ。先行はじゃあちょっと僕のエンペルツ、僕のねポケモンにはコンセプトがありまして、好きなやつでしょ。そう、好きなやつ。序盤で左サイドを駆け上がったのはエンペルツ。バンギラスでこうブイブイ言わせて、このままゴールまでまっすぐ走っていけるのか。バンギラスとね、はたまたリオナリ止めるのか。ルギア、中途半端な位置にルギア。いやなんか攻めすぎてもね、攻めすぎても戦えないから、ね、俺は固めていくから、固めていくから、まずは土台をしっかり固めていくから、ね、固めていこうか。その戦略ありなのかな。よくわかんないのかな。よくわかんないな。じゃあ俺は待って、これワンチャン、ものすごい手元で悩みにいじくり倒しているリオナリ、うん、カモン、うん、ここだな、ほらこれ。おお、いいんじゃない。いいんじゃない。うかつには攻撃できないだろ。お、結構早いね、サンマスって。サンマスすごいよ、ね、本当縦横無尽だよやっぱり。さあどうする。これリオナリ3つの道すべてに注意せんとあかんから、カメックスは新しいのガンガン出した方がいい、ね、紫多いんだな。そうっすね、もう多分次の次ぐらいで詰むよこの展開だと。マジで、うん、いやカメックス強いなこれ。めっちゃ強い。金色で攻めるか。じゃあサルで攻めるか。ね、こう、いや悩むな、ここだな。え、カメックス強っ。はい、戦わない。いや戦う、ノーバトル、ノーバトル。いや戦うんすけど、ここで何かやってるの。僕は使えなくね。え、つか、あ、使えないわ。あ、そのまま行く。あ、行った。いいのかな。いいかい。あれ、これやばいんじゃない。これ戦ったのミスった。やられたー。完全にミスった。やばい。あれこれ。あれ。いや、じゃあまだ大丈夫、まだ大丈夫、まだ大丈夫。大丈夫。3だから、3だから、まだ大丈夫だよ。あそこ、あの位置だったらまだ大丈夫。まあ、うん、うん。まだ大丈夫、まだ大丈夫。全然。ギリギリだよ。いや、大丈夫です、大丈夫です。大丈夫。俺には、あの、味方がいるから、味方のポケモンが。カメックスとルギアが。どうしようかな。悩んでますね。結構悩みますね、これ。エントリー封じしても結構分が悪そうなんだよ。わかった。もう俺はプレートを使って。え？ダブル、チャンス。何？カメックスを倒しに行こう。おい、おお、いいのか。振り直しさせた方がいいのかな。うわ、そこに置く。いやでも紫来たらきつい。 OK、 ハイドロポーン。おー、強っ。ラストアッパーし。さあ、リオナリ君のターンだよ。なんか言いなさい、なんか言いなさい。やばい、やばい、やばい、これがラストアッパーしたんだ。やばい、絶望、絶望しちゃった。え、これちょっと待って、どうする。もうあそこ、もうだって自分の、もうこれ自分の真ん中で守るしかないよ。もうこれだってルギアをここ、ルギアをここに置くしかないよ。ノーチョイスだよ、リオナリか。やべえ、次のターンもノーチョイスだよ。やべえよ。あ、やばい、出すしかない。これはでも、もう右、あれですしな。誰にするか迷うな。いや、こいつだろ、いけ。俺の一番好きなカビゴン。実写、実写じゃねえよ。実写じゃねえよ。よし、これでゲームの画面の話か。よし、うわこいつも行くぜ。紫多いけどこっち金が多いんで来い来い。うわっ、おーっしゃー。まさかの、ほらすげえ。こっから攻めていく。ここまでさ、数手進んできて、うん、画面上にポケモンがほとんど出てない。そして出てない、そして全然出てない。あれですよ、ラティオスを倒したんでもう使えないですよ。いや、今のエンペルトです、ね、え、エンペルトだった、はい、うわ、間違えた。
いや確かによく見たら、あ、左だった。ラティオスは左だった。やばい、青いですから、ね、これどうしよう。でもな、動かせないしな、もう出せないしな。カビゴン進めるしかないんじゃないかな。これパルティアは、このポケモンは自分のベンチに他のポケモンがいたら、カビゴン押せ。どうしよう、最後にしか出せないんだパルティア。へー、面白いね、すごい。カビゴン押せ、行くぜ。カビゴンが出てきた。じゃあもうこうするしかない。全然出てない。そうね、ちょっとパルキア使いたいから、俺じゃあちょっと置いていく。あ、しまった、俺大好きなバンゲルスを使わずにボーマンダを使った。どうしよっかな。でももう封じられてんだよな。そうなんですよ、片方ね置けないから、決めに行っちゃおうかな。いやでもルギー、右を固める、うん、そうだね、そうだね。ルギー、これでラティオスをね、ワンチャン倒したら、やりすぎた。これで、え、これ待って、あ、これワンチャンかわす。おい、かわすか、やり直させるか。いや、光の子な、かわされるとつらいよな。でも紫引かれたらこっちが無理だからな。まあこれやり直さないで。メクシャ持ち時間が減っていますよ。たっぷりあるよ。あなただからね、ちょっとこれはミスった。これちょっと悪手だったな。オッケー、ちょっと待って、ちょっとまずい。いや、これでも挟まれちゃうじゃん。ちっちゃ、間違えた、間違えた。あ、俺、やばい、除外される、除外される。やばい、こっから消える。やったー、おお。こっからですよ。イエーイ、こっからですよ。でも、いやでもあなたの持ち時間はもう時間気をつけてね。気をつけてください。おお、え、だい、やばい、これ負ける。時間で負ける。ほら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 、まさかの時間で負ける。ちょっと待って、いや、わかんない、わかんない、わかんない。頑張れ、あれ。え、どうやって作る。ドダイトス行こう。いけ大丈夫、大丈夫、大丈夫。スピード感が空にこもる。あ、おお、おお、おお、イエス、オッケー。さあ、攻めるミックス。うわ、オッケー、やった、強いぞドダイトス。この強力な攻撃を耐えた。待って、これどうすればいいんだ、これ あと14秒。頑張れ、いけ。やばい、これ、あ、やったやった、おお、オッケー、オッケー、これワンチャンあるぞ。ワンチャン、ワンチャンあるぞ、これ。あと12秒、あと12秒。いけ、え、すごい、え、2だよね。あ、やばい、え、ちょっと待って、いけ、え、いける。スペシャルアップしかない、これ。え、これいけんじゃない、うん、スペシャルアップ、あれ？え、これまさか？あれ、これいけちゃうよ、これ多分。これ飛ばせなかったら、あれ？いやー！え、ちょっと待って、あれ？攻撃できなかった。あ、は、マジか、あれ？あれ？勝利！あ、今俺攻撃したつもりなんだけど。残り残り時間何秒だったよ。13秒くらい。うっそー、やった、すげえ、勝った。攻撃しそびれましたね、すごっ、うっそー、やった。まあこれがポケモンコマスターですよ。この伝説のポケモンを入れまくっても勝てないっていう。もってしても音速パーティーが勝ったよ。いや、ちょっとあのルギアのところはちょっと重量級だった、すごい、まさかの展開。いや、最後ね、ドダイトスがめっちゃいい動きをしました。あそこどいてほしかったな。あそこ、こもらなきゃ、こもらないだったらやばかった。2連続ブロック。だから3がいないからさ、絶対いけると思ったんだけど、結構でも、1とか2とかやっぱ強いね。面白いっすね。うわ、面白っ。すげえ。てか、マジでミスったな、ちょっと。さあ、トーナメント表に書き込みましょう。はい、ラティオスの無駄遣いしよう。最後の方俺、もう時間なさすぎて AI 連打してた。やばい AI 使うなよ、AI 使うなよ。さあ、決勝戦で、まさかの最後のカメックスの動くやつ、ね、はい、準備してください。はい、準備しましょう。やばい、決勝戦、マックスライブ VS リオナリ、先行はさあリオナリか。よっしゃ、悔しいな、すげえ、行くぜ。このカビゴンとケッキング足して2で割ったようなやつ、今バカやろ、お前ふざけんな。見た目楽しい、かわいいだろ。よし、ケッキングが帽子かぶる、まずはルギアだ。さっきのあの重量級の戦いを見てると、ルギアね、強いっすね。ちょっと駆け上がりましょう、駆け上がってきた逆サイド。ルギアにはやっぱで、俺はね、さっきのね、学んだここだな、ここにドダイトスだな。
そう、ドザイトスのそこからこもるがめちゃくちゃ良かったから、そこにねずっといるとね逆に自分のポケモン置けなくて攻めれないんだよね。あ、確かにやべえ、確かにすげえちっちゃく、あ、私はガンガン攻めますよ。早いぞ。そうか、そうですよね。ドザイトス寄せればいいんじゃない、真ん中に、中央に寄せちゃうな、ドザイトス真ん中に寄せたらやばいんじゃない、ルギア寄せるしかないよ、またルギア、またルギア寄せになっちゃうすごいな、これ将棋でいうとこの穴熊みたいな戦い方してる。これやっぱりリオナレの方はプレートをうまく使ってルギア、あ、じゃなくてラティオス、ラティアスを飛ばして除外、うん、うん、がいいですね、すごく。これエントリー封じされたけども逆にこう寄せてこう固めていくのどう、無理にこう攻め上がらず寄せる。でもカメックスを置いた方がいいんじゃないかな。いや置けないから、もうあなた自分で、うん、出れない、あなたエントリー封じされてるから出せないよ今。知ってるし、これでもドザイトスでラティオス倒しに行くっていうのはないか。でも90でしょ、ドダイトス。いや、きついな。120最大ドダイトスを下げる、うん、村さんですね。これでルギアがもし勝ったら俺は挟めるよね。挟める挟めるだよね、迂闊に攻撃ができないでしょ。なるほど、賢い、うん、だからあそこだね、コマスターでいうとか、あそこの自軍のあの2つのところに強い防御のやつを置くといいかもしれないね、うん、いいね。さあ村井さんがダブルチャンスを使って、なるほど、土台とそう勝ちに来た、やばい、いけ、いけ、これいけ、やった思った。さあ村井さん、これをダブルチャンス、何もできない、やったぞ。いや土台とす強いお、マジか、あ、ちょっと怖いな。どっち？あ、これどうですよね。ドダイトスにこれ決めたら頼む。おい、これ。うわ、ミスした。うわ、ドダイトス。ついにここで。いや、やばい。これやばい。牙城が。さあ、防戦一方、防戦一方。もうこれだって。防戦一方。これだって俺が下ろすしかない。ルギア、ルギア。守るしかない。また出た。また出た、この。あ、俺のやばい。さあダブルチャンスでドダイトスがやられた、本気だ本気、ラティアスの方に使って、ドダイトスがやられた瞬間の弱さ半端ない。そうですね、ルギアはねちょっと白強いんで、とどめだリオナリ、あーやばい、頼むよ、頼む、これね飛んだら意味ないんですよ。お、飛ぶ、あ、でもこれ村さん、これ意味ないんだ、ない、でもこれ、え、あ、はいはい、やった、逃れたよ。あとこれ、ただこれ相手が白で飛ぶと越えちゃう、飛び越えちゃうんで、うん、ルギアは倒さなきゃいけないですね。ほら、リオナリ持ち時間があと1分、さあ、来たさ、あと2手ですね。やべえ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 、ミス、やった、電気ショックで、電気ショックで、あ、帽子が感電してる、感電してる、感電、感電して帽子落ちた、マジかよ、ガゼン有利、ガゼン有利、やべえよどうするこれもうどうする、いやこれでちょっと前さん、ここから右サイドを駆け上がって、あ、間違えた間違えた、飛びしちゃった、やばい、あ、あ、戦闘になった、戦闘になった、やばい、あ、よし、おお、これ前さん、ルギア挟めると一番強いかもしれない、やべえ、ラプラ、やばい、ミスった、わからない、いけるかどうか、さあさあ、リオナリまた持ち時間が1本切ってますこれでももうルギア倒すしかないんで、そうだよな、もうルギア倒しましょう、頑張って、うわっしゃ、これはきつい、 OK、 ルギア倒されたら終わる、まあラティアスでやばい、あ、でもラティアスって何でしたっけ、またダブチャンスもうね、もうないですね、光の粉は相手を振り直させることができます、うーん、さあこれが最終決戦になるか、行くぜリオナリ、やめてくれ、勝負、いけ、頑張れ、ミス、お、え、お互いミス、あ、違う、村さん最高キーです、これはやり直さない、やり直さない、いやーここであの薄いところ引いた、薄いところ引いたー、いや、これがこれもうちょっと詰みですね、これ詰んだリオナリが上がってきます
リオナリがラティアスをラプラスで倒しに行っても一応まあ ラプラスで倒しに行こう。戦おう、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 これ戦っとこ。あ、でもここで眠っちゃったら、確かに我で眠っちゃったら邪魔になるんだ。あ、歌った。あれ、あ、ね、眠ったらこれどうなんだ。あれこれラティオス飛び越えれるんですかね。あれこれ皆さんラティオス、あれこれ皆さんラティオスでラティアス飛び越えれます。飛び越えれるワンチャンあるよ。隣に行くと起こせるはずです、確か。え、起きて。でも出ちゃうよ。いや、押してください、押して。ラティオスで、ラティオス押して。はい、起きました、起きましたね。ただ起きた。ただこれはただこれはどうするんだ。もう一回眠らない。リオナリ、あ、これ無理だな。これ倒してこれじゃない。これ倒してみ、倒してみ。え、これ無理だ。倒していいよ。これ無理だな。倒していいよ。これカビゴンの足の遅さ。後ろにあのロケットインテックみたいな感じで準備されてる。カビゴンが、カビゴンがどうしよう。あのゴールまで3マスのところには、うん、あ、時間切れです。このか上だまあどっちにしろ迷ってたら終わった。どっちにしろ超中途半端に負けた。負けたね。負けたどっちにしろ詰みでしたそうね。いや俺ラティオスラティアス強えな。これ強え。2体いるとさ、最後のあの2体のグングンで兄弟で1体やられても次から言います。つえ、はい、負けた。そんなわけでポケモンコマスターアップバンク杯、優勝はマックス村でございます。ありがとうございます。すごい、すげえ。やっぱ兄弟のね、力はすごい、ね、力はすごい強いね。強い。参りました。ありがとうございます。ありがとうございます。というわけで、冒頭にも説明したんですけども、うん、ちょっと紹介したんですけど、ピカチュウカーニバルというイベントが来ておりまして、おうおうおう、この船ですね。気になってた、気になってた。はい、ピカチュウカーニバル、はい、これあの前回、のイベントの時もとほとんどあの景色は同じでですね、詳細見てみましょうか。ピカチュウで埋め尽くされるピカチュウカーニバルが開催中。いいな。で、いいですね。デュエルで、勝つとですね、クラスポイントっていうのがたまるので、ポイントに応じてポケモンがもらえますよといったものになります。はい。で、これちょっと見てみましょうか。クラスポイントの達成報酬を見てみましょう。そうするとピカチュウがいっぱいいます。すげえ。これなんでピカチュウがいっぱいいるかっていうのは後ほど、めっちゃピカチュウ、後ほどちょっとご紹介しますね。これ雷使ってるピカチュウですね。これお、いろいろシリーズがありますね。これ10万ボルトのピカチュウ、はい、本当だ、違う、かわいい。どんどんピカチュウがいっぱいいますね。ピカチュウいっぱいいますね。上の方に行くと、どんどんありますよ、どんどんありますよ。去年横浜でピカチュウ祭りみたいなやつありました時に、あのヤグラからピカチュウがもうぐわーって2、30匹出てきてピカチュウにまみれた時と同じような気持ちがいい、ね、ピカチュウが皆さんいっぱいゲットできます。で、なんでピカチュウいっぱいゲットするかっていうのはちょっと後ほど説明するんですが、ちょっと上まで行きますよ。上まで行くと、あ、グラドンとか海洋ガいたよ。グラドンと海洋ガが実は手に入ります。すげえ。なんとピカチュウを集めつつ伝説ポケモンもゲットできちゃうと、はい、すげえ、すげえ。なので皆さん、ぜひね、はい、これを繰り返し繰り返し挑戦していただいて、ピカチュウをたくさんゲットしてください。で、なんでピカチュウをたくさんゲットしなきゃいけないかと言いますとですね、教えてくださいます。ここからです、新しい機能が追加されておりまして、フュージョンというのが、うん、まあ、これいつも、ポケモン、いらないポケモンを、まあ、合成すると、まあ、強化できるっていうやつなんですけど、新しくですね、今ピカチュウいるんですけど、右に、C レベルっていうのが今0になってると思うんですけども、はいはいはい、今9分の2になってて、もう2体合成してるんですよ。ピカチュウめっちゃいる。で、これが9分の9になるように今1に上がりましたね、うん、これちょっとフュージョンしましょうか。フュージョン、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 すげー。あ、1になったよ。はい、なった、1になりましたね。で、レベルアップすると、まずはいつもの通りですね、この枠を広げることができます、うん、まあ10万ボルト、全然10万ボルト増やしますと。はい、オッケー。ピカチュウ強い。で、その後、これが新しい仕様です。なんと技の威力を増やすことができるんです。すげえ、すげえ。あ、なんで ピカチュウはピカチュウでも、めちゃくちゃピカチュウ、強いピカチュウをすげえ作ることができるようになったんです。これポケモンコマスターの1って、なんか1しょぼって思うかもしれないじゃないですか。運命の分かれ目。そう、100でなった時に、そう、あ、なるほどね。ありがち。これはやばいよ、この1の強さも。1でも強ければ勝ちですから、このゲーム、うん、
これはめちゃくちゃでかいですよ。はい、というわけでですね、これはですね、今ピカチュウ9体必要だったんですけど、必要な、ポケモンの数はレア度によって変わります。なので、例えばレッグザ見てみましょう。レッグザ右見ていただくと1分の1になってるんで、1体だけ合成するだけで、おすげー、Cレベルが上がりますって感じですね。はい、ということはつまりあのカイオーガとグラードンがゲットできる、さっき最初にいたから、あれ混ぜれば、そうね、あのリストに2体確か2体か3体がいたから、混ぜればあの上がる可能性、技レベルが上がるんで、1体持ってる人より2体持ってた方が強いという。そりゃそうだ、それはすごいわ。もうこれすごいですよ。もうあるっけね、ピカチュウカーニバル。もうピカチュウカーニバル、皆さんあのどんどんね、あのお祭りの祭典、はい、開催だな。ピカチュウも強化しながらレッグザ、グラードン、あ、グラードンとカイオーガ狙ってみてください。はい、はい、イベントの紹介は以上です。はい、以上です。はい、そんなわけで今回もポケモンコマスターをやってまいりました。やっぱり PVP 面白いね。面白い、面白い。リオナリ汗だく、リオナリがね、なんか汗かいたとか言ってました。ポケモン GO とポケモン GO で外に出るのと同じぐらい汗かいた。興奮すぎて、こんなクーラーがなんで、すげーさ、白熱しすぎて、いや、すげー終わった後汗かいてんだよ、ね、それぐらい楽しかったってことです。ブリちゃんいかがでございましたか。いや、面白かったです。ちょっとね、不甲斐ない戦いで申し訳なかったけど、いやでも毎回リベンジしたい、これは。この収録以外で戦った時普通に勝った、そうだよね、そうだよね、ラプラスに2体眠らされて、そう負けちゃいましたから。強かったですね。いや、何が起こるか分かんないからね。そうですね、はい、冒頭にも言いましたが、ポケモン GO も皆様ぜひとも楽しんでいただければと思うんですけれども、ポケモン GO は外で、家の中ではポケモンコマスターで、うん、ぜひとも楽しんでいただければと思います。汗だくなりますか。同じぐらいカロリーで運動になる、俺はちょっと特殊なレグ。はい、インストールは概要欄のリンクからどうぞされてください。じゃあ本日は以上でございます。はい、さよなら。ありがとうございます。